新型コロナウイルスのワクチンについて加藤官房長官は21日から職場や大学などを活用しした接種ををスタートする方針を表明しましたワクチン接種に関する地域の負担を軽減し接種の加速化を図っていくため6月21日から企業や大学等において職域、学校などを含みますが単位でワクチンの接種を開始することを可能とすることといたします。 また加藤長官はモデルナ製のワクチンを使用する方針を示し各自治体に対して今月中旬をめどに一般接種の対象者全員に接種券を発送するよう求めました高齢者接種の進捗次第で21日からの前倒しも容認するということです。